改めまして大きな拍手をお願いいたします。代表選挙の開票結果です。投票総数149票、うち有効投票数149票、有効投票のうち泉健太候補42票、枝野幸男候補107票、白票0票。以上の結果、新党の代表は枝野幸男さんに決しました。続きまして、東名選挙の開票結果です。投票総数149票、うち有効投票149票、有効投票のうち立憲民主党94票、民主党54票、その他1票であります。以上の結果、新党の党名は立憲民主党に決定いたしました。枝野代表、壇上にお進みください。皆さんの投票によって新しい立憲民主党、そしてその代表にご選出をいただきました枝野幸男でございます。こうした選挙の後には、さあこれでノーサイドだとよく使われますが、私はノーサイドだとは思っていません。いよいよプレーボール、ここからが本当の戦いが始まる。皆さんと力を合わせて暮らしの声を届けていく戦いをここから進めていきたい。まずは首班指名だけの臨時国会などというものは到底許されません。コロナ対策、災害対策を含めた本格的な臨時国会を今すぐ召集をさせる。そこで徹底的に議論をし、必要な法案などを実現をさせていく、そのことを迫っていきたいと思います。自分勝手な都合だけで、もしこうした本格論戦から逃げて解散をするならば、正面から受け止めて国民の皆さんの選択肢になろうではありませんか。いずれにしろこの1年の間に総選挙が行われます。この解散総選挙を勝ち抜くために、皆さんの総力を結集できるよう準備を迅速かつ着実に進めていく決意であります。政治に私たちは見えていますか。そう感じている多くの人たちに、新しい立憲民主党はあなたを見ていると自信を持って訴えられるよう、一人一人が全力で活動していこうではありませんか。国民と共に、国民のために戦う新しい立憲民主党、共に前へと進んでいこうではありませんか。どうぞよろしくお願い申し上げます。